ブレーオは中国戦国時代の朝の第六代君主。王としては初代。姓は英。主は蝶。イミナよ用。祝公の子。古福記者を取り入れて朝を軍事大国とした。祝公24年、祝公が死去し、その後を受け継ぐ。その際、それまでの公ではなく王として即位した。だが、ブレーオは、 まだ幼かったので、祝公時代の鬼神である小江儀の意見を聞いた。ブレーオ八8年、蝶は、祖、藩、義、縁と共に、旗を攻めたが、観光関で敗れた。この頃、諸国は相次いで王号を称えるようになっていたが、ブレーオは、この敗戦を受け、蝶にはその実質がないと言ってあくまで君と呼ばせるようにした。ブレーオ十11年、隣国のツバメが大混乱に陥り、 君主不在の状態になっていた。ブレーオは、楽池を使者とし、藩から人質となっていた、縁の孔子職を招き、長の後ろ盾をつけて、縁の君主として立てようとしたが、縁では昭王が君主となった。ちなみに、式と式季宗下などの司書において大使平らと、孔子職どちらが、燕昭王として即位したかの見解が異なっている。ブレオ年、ブレオは、美女の夢を見て、 その夢を周りに聞かせていた。これを聞いた五行という男が、自分の娘の盲葉が、夢の美女とそっくりであると思って、ブレ王に献上した。ブレ王は大いに喜んで、盲葉を超愛した。盲葉が生んだ講師何が、後の慶文王である。ブレ王十六年、ブレ王は郊外に、野台を作って、そこから、中山野生を眺めた。これらの国を征服する野望を見せたのである。 古福記者、ブレイオーオ19年、ブレイオーオは野望を達成するための準備として、古福記者を取り入れることを考える。それまでの中華世界の貴族戦士の伝統的な戦術は、三人の戦士が魚車と旧車、かによる白兵戦を分担する戦車戦だった。それに対して、北方遊牧民族は戦車を使わず、戦士が直接一頭の馬に乗って弓を放っていた。 古福記者とは、この遊牧民族の先方を曲げようというものであった。当時の大部たちは、裾が長く、下部がスカート状の服を着ていた。乗馬のためにはこれは非常に邪魔であり、古福記者には遊牧民の乗馬に適したズボン式の服装を着る必要がある。これを加盟したところ、声木はすぐに賛成したが、ブレオのおじの高姿勢はこれに反対した。 中華思想が強く、遊牧民をバニーと呼んで見下し、直接馬に乗ることを蛮行とみなしていた当時では、小麦のように賛成する者の,の方が珍しく、高姿勢が反対したのも無理はなかった。しかし、ブレーン王は、かつて春は、有内に舞い、うわ、裸国に、肩脱ぐと粘り強く説得を続け、古福記者を取り入れることに成功した。同年、の武王が没したので、 ツバメにいた、講師キビを送り込んで、シンとした。これが、少女王である。ブレー二十八年、それまで大使に立てていた、講子将を廃止、講子何を大使に立てた後に、くらいを譲ったが、自らは、敷地と名乗り、実質的な権力を握り続けた。ケ文王三年、それまで何度か攻撃して、半ば征服していた中山を完全に滅ぼし、ハントに入れた。 慶文王四年、孔子将に哀れみの心を起こして、朝の北の大の君としておこうと考えたが、これが、孔子将に、慶文王に対しての反乱を決意させる。孔子将は、反乱を起こすが、失敗し、主父のもとへと逃げ込み、主父はこれをかくまった。慶文王側乗り直しと、孔子生は、主父の館を包囲し、孔子将はその中で死亡した。ここで反乱は終わったが、 出父に対して兵を向けた格好となったリナオたちは後で出父に中殺されることを恐れて館を遠巻きに包囲を続けた。館内では食料もつき、出父自ら屋根の鈴めの巣から卵を探す姿が見られるほどとなったが、包囲は継続され、三ヶ月の包囲の末に出父は合死した。芝千はブレ王オは後継を瞬順し合死したことで、 天下の物笑いとなった、と厳しい評価を与えている。ありがとうございます。